スピンナー。味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第57回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回は食のサマーリーディングリストということで、この夏読みたい食の本の話をしたいなというふうに思いますが、今回ねちょっと新しい試みということで、本の回になります。私はですね、食べ物の次ぐらいに読書が好きで、割と本読む方なんですけれども、一人暮らししてた頃はね、寝る前に読んだ本をベッドの脇に重ね続けてね、シングルベッドの上の方半分くらいが本になって、すごい寝心地が悪くなったりしてましてまあそれはね、あなたが片付けができないからでしょって言われたら、もうそうなんですっていう感じなんですけれどもまあね、食の本紹介する回やりたいなと思ってたんですよね。まあ、夏は特に本当に暑いから、もう本当に今年の夏壮絶だから、まだ梅雨でしょって思ってたら、いきなりなんか35度36度37度みたいになってて、もう絶対家から出たくないとか思っちゃって本当に私夏が苦手なんですよ。冬生まれのせいかわからないんですけれども、もう本当に日が沈んでからしか外に出たくない。なのになんでこんなに予定が入っているんだろうって、泣きながら汗だらだら流しながら灼熱のアスファルトに足を踏み出している日々です。皆さん本当にお疲れ様です。どうかご自愛第一でお過ごしくださいてなわけなので、本当に理想の理想の夏の過ごし方はですよ、もう暑い時間帯は外から出ない、もう除湿冷房バチバチに効かせて、ひんやりお菓子とかひんやり麺とか水キムチとか食べながら、カルディのアイス飲みながら映画見たり本読んだりしたいんですよ。というわけで、そんな時に読みたい私のお気に入りの食の本、今日はご紹介したいなと思います。まあ、別に夏だから読みたいってわけじゃないのも出てくるんですけどね、最近たまたま読んで感銘を受けたものとかもいろいろあるので、早速紹介していきましょうか。まず1冊目、ベイルート961時間、とそれに伴う321皿の料理、関口涼子さんの講談社から出版されている本なんですが、少しご紹介しますと、料理の話をしてください。戦争の傷跡が色濃く残る町で、翻訳家作家の著者は人々が語る食べ物の話を聞く。多彩な声と仕草で語られる物語は、万華鏡のように町の肖像を描き出す。異なる民族、宗教、文化を持つ人々が一堂に会する理想の食卓は可能なのか。ベイルート、パリ、東京を横断しながら紡ぐ多様性に満ちた食の思考ということで、著者の関口涼子さんが2018年の4月から約1ヶ月半滞在したベイルートでの日々を食を軸に描いているんですが、もうね本当に冒頭のある一文だけでもこの本を手に入れてよかったなっていうふうに思うんですけど、まあ、簡単にお話しすると、その料理本っていうのはどんな性質の本だろうかみたいな話が最初に書いてありまして、まあ、それは単純に料理を作る手順とかを学ぶマニュアルなだけではないよねっていうところで、それはそのある時代のさまざまな味が凝縮していると、でその家族とか身近な人々の思い出が詰まった本であるっていう風に言っていて、それをですね、ある時代の五感のアーカイブだっていう風に言ってるんですよ。でその私、料理書はある時代の五感のアーカイブっていうところに、まあそうだよなっていうふうにすごく思わせられて、やっぱりそれをまた作ることで、その時代その瞬間の色彩とか匂いとか声とか味とか思いとか、それらさまざまなものがこう湯気を立ち上らせるのと一緒に生き生きと立ち上がってくるというか、でその中にはすでにもう現在から失われてしまったものとかもあるわけなので、すごくその尊さっていうのは直
おさらだなっていうふうに思うんですよね。私はすごくその食は消え物だっていうふうには思ってきているわけなんですけれども、それがレシピだったりとか誰かを通して受け継がれて、またそれが未来で作り直されることによって、実はどんな記憶媒体よりも、例えばその写真とか映像とかよりも生々しくその時代を味わい直すことができたりするのかもしれないなっていうのが、すごくこう料理の力というか凄みみたいなものを感じて、だから私はすごくその古い味っていうものに出会うとハッと心が動くんですよね。村上海進堂っていう、前も出てきたかもしれないんですけど、こう明治時代からある日本にある本当に老舗の洋菓子店がありますけど、まさにそのお菓子っていうのが持っている味っていうのはタイムスリップフレーバーみたいなものであって、こう今の菓子の美味しさの基準からしたら少しずれてる部分とかもあるんですよね。でもだからって好みじゃないやっていう風で終わりじゃあまりにもったいないくらい、当時の時代の五感のアーカイブになっているっていう風に思うんですよね。だし、その知らない過去は未来だったりしますからね。そうやってこう食を通して触れられるっていうことの喜びが老舗のお店で感じられたりもするんですけれども、あとこの本でもう一つ素晴らしいのが、この本ってその単に旅行記として美味しいもの食べて、こんな未知なる食べ物に出会って楽しかったよみたいなことではないんですよね。もちろんすごく美味しそうな描写もたくさんあるんですけれども、やっぱりそのレバノンっていう戦争だったりとか、それからベイルートで爆発事故とかが起きたりもして、そうやってさまざまな傷を抱えた街で、その中で人はどのように生きてきたのか、その時人はどのように食と向き合っていたのか、それらの人と関わる時に、その旅人であり書き手である私、その関口さんですね、はどのような立場でどのような態度でそれを書いて臨んでいくべきなのかっていう、こういろんな逡巡とか切実さみたいなものがすごく込められていて、こう本一冊にですね通底したこう影のようなものがあるんですよね。だからこう単に食の旅行記として享楽的に咀嚼するっていうのとは違って、こう一つ一つのテキストからこう噛み締めるように読んでいくみたいな味わい方ができて、すごく私はその食の旅の話っていうところではかなりわー出会えてよかったなっていう風に思いました。でもね、ものすごく重い本かといったら全然そういうことはなくて、全部で321章に分かれていて、それぞれがすごく短かったりして、どこから読んでもいいんですよね。なので私はこの間も旅先に持って行って、こうパッと開いてパッと読んだりしていて、でたまたま目に触れたところにですね、なんかどの町にもそこに特有の夜の明かりがあるみたいな描写があったりして、その玄関のドアを通した薄明かりみたいなね言葉を読んだ瞬間に、私なぜかグワーっていきなり亡くなってしまって、もう今はお家もない田舎の祖母のね家のことを思い出してですね、その家の暗闇だったりとかね、家の家庭料理とかわーって思い出して、こう眠れなくなったりしまして、こうなんかベイルートの時空と著者の関口さんの時空と、それから私の時空とがこう編まれながら読み深めていくっていう感じも、すごく特別な経験でしたね。はい、じゃあ続いて2冊目ご紹介します。中国料理の世界史、美食のナショナリズムを超えて、岩間和弘さんという方が書かれて、慶応義塾大学出版会から出版されております。世界に広がり人々に愛され国民食へと変貌を遂げた中国料理、国家建設とナショナリズムに注目しながら、アジアからアメリカ、ヨーロッパを縦横無尽に旅して、中国料理と中国系料理の巨大で幸福な歴史を味わい直す。はい、ということで岩間先生はですね、東アジア近現代史だったりとか食の文化交流史をご研究されている方なんですけれども、こうどうして中国料理がこんなにも世界で覇権を持った食文化となっていったのかっていうのをね、紐解いていく壮大な本で、これが2750円はすごく安いと思います。夏はですね、こういうガツンとした研究書をね、なんかこう腰を据えて読むみたいなのもいいんじゃないかなと思ったので、ちょっと紹介したいなと思ったんですけど、ちょっと触りだけお話ししますと、なんで中国よりこれほどまでに世界に広がることができたのかっていうところで、一番の基本的なところは、中国料理そもそもの強みっていうものがあると。でその中国料理っていうのは、あれだけ領土広くていろんな土地柄があって、ある種広い分だけ過酷な環境なんですよね。全然海とか隣接してない地域とかもあるし、だからなかなか新鮮な素材とか綺麗な水が得られないみたいな、
その中でいかにその外から調理して、味を注入していくかっていうのが大事になってくる。だから結局そのすごく濃い調味料を使ったりとか高温の火を使って調味をしたりするっていうのがすごく中国料理の特性としてあるんですけれども、それがどういうことかっていうと、そのどこでも真似できるってことなんですよね。その再現性が高いんですよ。だからこう世界各地に行ってもどんな場所であろうともその現地の食材に応用できるっていうことなんですよね。だから例えば逆にその水のきれいなあの土地で育まれた日本の料理を世界で再現しようと思っても、まず新鮮な魚がなければ刺身もできないし、きれいな水がなければ一番だしも取れないわけですよね。もう終わったってなるわけじゃないですか。だからこそこの中国料理の強固さっていうのはすごいなっていうふうにあの言われてるんですけれども、あとはですね、とにかく非常に多くの、まあ、中国人の方が世界中に行った歴史があると。だって本当にたくさん中華街って世界中にあるじゃないですか。でしかもそこからこうホストカントリー、それぞれ日本だったりとかベトナムだったり、まあ、シンガポールだったりとかアメリカだったりっていう人たちがそのアレンジを加えてどんどん現地の食文化にしていくんですよね。だから実はあのタイのパッタイとか、あとベトナムのフォーとか、シンガポールのハイナンチキンライスとか、韓国のチャジャン麺とか、もう全部みんなふるさと中国系の料理なんですって。すごくないですか？ね、しかもあの日本のラーメンとかももちろんそうなんですけれども、もはやねその国の国民食になっちゃってるっていうのが元をたどると実は中国に行き着くっていう、そのホストカントリーで国民食にまで祭り上げてもらえちゃうっていう非常に稀有なことが起こっているっていうのがね、やっぱ中国料理に特筆すべきことだっていうのでね、あの面白いんですけれども、あとね、なんで日本でここまで中国料理が普及したのかっていうのをあの山先生にお話を私直接お会いして伺ったことがあるんですけど、その日本料理は中国料理との相互補完性がすごくあるように思うって言って、どういうことっていう感じなんですけれども、そのある種ね、中国料理と日本料理っていうのは同じ米使う食文化だし、醤油や調味料も近くて、まあ、共通の土台に乗っかっていると。でもその共通性、近さの中に対極性を持っているみたいな、ついてきてますかね。で、日本料理は素材の味を引き出すことが一つの軸になっている。だから新鮮な素材を取ってきてその味をできるだけ生かす、まあ、いわば引き算の料理みたいに言われますよね。中国料理はむしろ逆で足し算の料理だっていう。だから要は引き算と足し算のやつがあるとなんかすごいいい感じで食べられるみたいな話なんですけど、まあ、要は日本人たまに脂っこいガツンとしたもの食べたいとき、まあ、中国料理食べたいなって思うときもあるけど、逆に中国人にとってはこう毎日脂っこいものを食べてるとたまに日本食が食べたくなったりするらしいんですよ。ですごくその中国でも日本料理はよく受け入れられているというふうにあの聞いているんですけど、だから要はその脂っこいものとさっぱりしたものみたいな感じでこう相互補完性があるっていうところでね、あの中国料理と日本料理は対極なんだけれども、とってもそれゆえに仲がいいっていう、しかもベースは同じ食文化圏みたいなね、醤油使ったりとかそういうところでですね、そういうところが面白いよねっていう話をあの聞いていて、まあ、このね中国料理の奥深すぎる深さの、まあ、触りにねちょっと一瞬触れられたかなと思いますけれども、まあ、夏こういう研究書的なものを読んで、はい、過ごしてみるのもどうかなというふうに思います。はい、続いての一冊はこちらです。言葉の尺卓、武田百合子さんのちくま文庫から出されている、本になります。これはですね、もう私夏っぽいっていう風に思い浮かべるともう最初に浮かんできたのがあの言葉の食卓なんですけれども、日本の随筆家武田百合子さんによる食べ物に関する昔の記憶や思い出を感性豊かな文章で綴るエッセイ集という、まあ、食のエッセイの名作ですよね。でその中にですね、一番最初に琵琶っていう一編が収録されているんですけど、まあ、琵琶は初夏の味だよねっていうところで、まあ、スーパーからね琵琶が減っていくともう猛暑が来てるよなみたいな風に感じるんですが、まあ、そのエッセイはですね、こう琵琶を食べている亡き夫の描写がなされたたった4ページのものなんですけど、こうそこで描かれる琵琶を食べる夫の描写がもう単に美味しそうとも違う、ある意味で生々しくて、例えばこう琵琶を刺身のように切るとか、
こう釜音を立てたような少し震える指を4本も使うとか、唇の端に汁がにじむみたいな感じだったりとか、こう単純に美味しそうとかカラッとした描写っていうよりも、本当にこうある種生々しく2人の思いでそこに暮らしたことを、その瞬間にこうそっとこう体温を感じるような形で触れさせてもらえるような感覚があって、うわこれすごい凄みのある文章だなというふうに思って、味わい深く読んでるんですけど、作家さんの食べ物の文章っていうのはすごく心に残るものがいくつもあって、例えば、森麻里さんって森鴎外の娘さんの、シュークリームに関する文章だったりとか、これは貧乏サバランっていう本に入ってるんですけど、それもね本当に美味しそうで、もう朗読したいくらいだけど、皆さんぜひ読んでみてください。あとね、岡本かの子さんっていう方のですね、寿司っていう、その寿司に関する文章なんですけど、これも凄まじいんですよね。ぜひ読んでもらいたいなっていうふうに思います。まあでも言葉の食卓、食べ物好きだったらこう、まあ、気づくと手に取っているというか、本当に名作中の名作なので、琵琶、特に琵琶はね有名な一作なんですけれども、私誰かに紹介されたのかな、大学生の頃本屋さんでバイトしてたので、その時に出会ったような気がしますね。そこの本屋でその食の棚の選書の担当していたのでそれでかなりいろんな本読んだのと、あと、まあ出会いがありましたね。あ、本屋でバイトするのすごいおすすめですよ。本屋って、まあ、例えば小さい私はセレクト本屋だったんですけど、やっぱりその本屋一つの中にある種こう世界が構築されるっていうか、世界の知恵が凝縮されるみたいな感じで、でどんどんそれがアップデートされていくので、その本屋さん一周するだけでこう今の世界のなんか知恵を全てこうなんか肌から摂取できるみたいなところがあって、でなんか何したいかとかわからなかったりする人とかも、その本屋さんでこうバーって歩いてるだけでも、あこの本に興味あるなみたいなところから自分の好きが広がっていったりするので、まあ、なんか学生さんとかで暇だなみたいな方がいたら、私は本屋でバイトするのはすごくおすすめだなって勝手に思っていたりはします。はい、それでは最後はこちら、食べごしらえおままごと、石牟礼道子さんで中央公論新社から出されている本です。彼女はですね、苦海浄土、我が水俣病という水俣病問題が社会的に注目される契機になったと言われる一作を残されている作家さんだったりするんですが、彼女が食について書いたのがこの本になります。父が作った無縁寿司、獅子舞の口に差し出した鯛の身、土地に根差した食と四季について記憶を自在に聞きしながら多彩な言葉で綴る北条のエッセイということでですね、これ最初の冒頭にですね、本当にすごく私心に刺さる、まあ、一文があって、その美食を言い立てるものではないと思う、考えてみると人間ほどの悪食はいない、食生活に限らず文化というものは野蛮さの仮面に過ぎないことも多くあるみたいなことがねドーンって出てきてですね、その食べることには哀愁が伴う、猫が青草を噛んで戻す時のようにっていうねなんかすごくこう食べることの本質っていうか、その人間の営みの根源みたいなものをこう虚飾なくズバッと描く感覚っていうかね、そういうのがものすごいなっていう風に思って、いやその美食を言い立てるものではないと思うって、もうめっちゃ私美食言い立ててるなみたいな毎週ここでラジオブースでめちゃくちゃ言い立てていて、でもまあ確かに考えてみると人間ほどの悪食はいない、まあでも確かにそうだよね、その文化っていうものは野蛮さの仮面に過ぎないよって、も本当にそうだよなと思うんですよね。もうこう自分たちのね欲望のままにあらゆるものを消費して食べて、もう本当にねただただお腹を満たすためだけっていうよりは、本当にその欲のままにねこう生きていくことでまた環境を壊しちゃったりとかしてね、まあ本当にこう人間の野蛮さとその欲望とかその食っていうものとかってやっぱりすごくこう密接に関わってるんですけれども、どうしてもみんなこうシュガーコートされた上澄みの部分だけを楽しむみたいな風になりがちなんですけれども、そこにこうガーンって切り込んでいく文章に私は本当に胸を
胸を痛めたっていうか、なんかハッとさせられたっていう感じですかね。でなんか少しでもこの言葉の意味に近づいて死にたいなっていうふうに思うんですけどね。毎年これ私読むんですけど、なんかなかなかやっぱこの境地に近づけないなっていうふうに思いますね。でなんか別にじゃあすごいものすごい怒りに任せてなんかずっと怒られ続けてるみたいなエッセイかっていうと全然そんなことはなくて、そのまあもう今失われてしまったような古き良きその日本の食文化とか家庭の味であるとか、そういったものを本当に生き生きと活写されていて、もう私はそれを読むだけでは美味しそうだな、美しいな、眩しいなっていうのをね本当に思うんですよね。なんかただ単純にこう羽釜でお米を炊いているとかいう描写とかもあったりするんですけれども、もうそういうものが本当になんかこう人々が心の影を伴って生きていた証みたいなね感じに描かれていて、すごく染み入るものがあります。これ本当に文庫で出てるのでね、ぜひ読んでもらいたい。もう生まれた時からアルデンテよりまずこれ読んでほしいみたいな感じもあるんですけれども、私もこうやっていつかこの石牟礼さんの世界観とか思いの部分になんか近づいていけたらいいなっていうのを考えたりしてます。毎年この本なぜか夏に読んでますね不思議なんですけど、これを毎年夏に読み、毎年お正月明けると森茉莉さんの貧乏サバランっていうのを一時期は読んでたりとかはしましたね。なんかこう季節ごとに読みたくなる本ってあるじゃないですか。あと私学生時代は毎年夏になると石井真嗣さんのブランコ乗りっていう小説をよく読んでましたね。はい、余談ですけど味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は、サマーリーディングリストというかね、夏に読みたい食の本をいろいろ紹介してまいりましたけれども、あ、そういえば夏といえば吉本バナナさんの海の蓋っていう、これは小説なんですけど、それもすごくぴったりかなって思いますね。西伊豆でかき氷屋さんを開くマリさんっていう女性と、あと大切な人を亡くしてしまった少女はじめちゃんのひと夏の物語っていうもので、物語も素晴らしいんですけど、すごく夏の描写が美しくて、かき氷がとっても美味しそうで、であとなんかその挿絵みたいなのがたくさん入ってるんですけど、それも本当に素敵で、花火の描写だったりとか、すごく夏が凝縮された一冊になっていて、私もすごく好きですね。これ映画化もされていて、菊池亜希子さんが主演されてるんですけれども、ぜひなんか夏に見てもらいたい一作だなっていうふうに思います。番組ではね、引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージ募集しておりますが、ぜひ皆さんの好きな食の話紹介してもらいたいなと思います。私も本当にたくさんあって、ありすぎてどうしようって思って、なんか自分の本棚にある目についたものを持ってきたみたいな感じに今日はなってるので、漫画編とかね、食の漫画の描写もう本当に面白いものはね、孤独のグルメに始まり、そのおこだわり俺にもくれよとかね、まあいろいろありますけれども、紹介する回とかもやりたいなとか今思いました。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしております。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。味な副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。